い、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。みなさんです、よろしくお願いします。こんにちは。今日もやってまいりました、僕らのカミングアウトストーリーということで、今日のゲストはみなさんにお越しいただきました。みなさんのセクシャリティが、はい、性同一性障害 MTF ですね。 MTF、トランスジェンダーですよね、はい。で、まあ今日ね、実はみなさんの娘さんもいらっしゃるんですけれども、今娘さんちょっと外で待っていていただいてるんですけれども、まあ MTF で娘さんっていうとちょっと見てる方混乱してるかなと思うんですけれども、うん、結婚されてたんですよね。そうです、してました。ですよね、はい。なので、まあいわゆる女性と結婚して、で、まあその間に娘さんが生まれたと、はい、そうですいうことですよね、うん。自分がずっと何者なのか分からなかったって言ってたじゃないですか、はいはい。もう学生ぐらいの時からそのずっとその性別というかセクシャリティに対してモヤモヤしてたんですよね。そうです、してましたね。してたけど、まあ、周りの目もあるから、だから普通の男の人みたいに生きなくちゃいけないのかなとかって思って、なので自分のそのモヤモヤした気持ちよりも、じゃあ他の周りの男性ってこうなんでしょうとか、うん、その結婚してみたいな、うん、それをどちらかというと真似てきたみたいな感じなんだよね。そんな感じで、もうずっと男の仕草とかっていうものもよく私は分からなかったから、なんかそういったものをいろんな人からいろんな人の動きを見て、でそれで、あ、こんな風にしたら男の人らしいなとかいう感じの文を取り入れて、でそれでなんとかその男っぽく生きれてるかなっていう感じで過ごしてましたね。だからずっとその、うん、なんていうの、男性の真似をしてたとか、こうしないとと思ってやってきていたけれども、うん、でもそれをやりながらもずっと自分って何なんだろうなっていうモヤモヤがあったんでしょう。モヤモヤずっと続いてましたね。だけど、まあそれをどのくらい考えてたかって言われたらちょっと分かんないけど、分からないぐらいだけど、まあ生きづらいなっていうのはちょっと感じつつ、でもそれがまあ、普通なのかなっていうふうにも思いつつ、何も情報がなかったからですね。そうだよね。今ほどこれだけね、うん、インターネットが普及してるわけでもなかったし、情報を仕入れるっていうことが難しかったよね。じゃあ、おいくつで結婚されてるんですか？26歳ぐらいには結婚しましたね。じゃあ26歳で結婚されてお子さんを設けたってことは、じゃあいわゆる皆さんの、性的指向っていうのは何になるのかな？私は、まあ、結婚もしてるので、まあ、パンセクシャルかな。パンセクシャルか、そっか。それで、まあ、25の時に、結婚されてお子様を持たれたと、そうですね。で、なので、まあ、今その時っていうのは現在のようにホルモン的なものを摂取してたわけではないので、ですね、ですよね。なので、まあ、いわゆる一般こう見た目は男性として、こうお子さん持たれて、社会生活を送ってきてたんですよね。そうです。でその時にご結婚されたその奥様に、自分のそのなんかこうモヤモヤするんだよなっていうその気持ちを伝えたこととか、まあその奥様じゃなくてもなんかお友達とかにそういうのを伝えたことってありますか？まあなかったですね。やっぱり言えなかったし、まあ、離婚した後も元パートナーとは、まあ、よく電話とかもしたりするんですけど、今でもするんだ、まあ、そういった中では普通に会話したりとか、まあ、私がこういう、まあ、トランスジェンダーですよっていうのでも、まあ、普通に会話してくれてるっていう感じですね。だから、その後離婚されて、離婚された後にホルモン治療とかを始めた感じなのか。そうです、そうです。
そう、離婚した後ぐらいにいろんな情報を集めることができた時期が来て、でそこで私自身が、あ、これは性同一性障害の方に入るんだっていうのが分かって、自分自身が何者なのかが分かったわけだね。そうやって情報を仕入れれるようになって、うん、でそれから、いろいろと情報を、そういろんな人のブログとか見て、でそれで、あ、やっぱり私はこっちだ、だから今までやっぱし男として生きてきたけど、そこのところはやっぱり自分の中で違和感感じてたのはやっぱそこだったんだっていう、 そうだね、そこではっきり分かって、その時ってやっぱりほっとした、うん、ほっとしましたね。やっぱり何か私の中で、うん、どういうふうに生きていいのかっていうのが全然分からなかったので、うんうん、そこで同じような人たちがいるんだな、仲間、そうだね、う、私だけじゃないんだなっていうのはすごくほっとするよね、うん、それが分かったっていうのが本当に嬉しくて、うん、じゃあそれがこう離婚した後にいろんな情報がこう自分の中で、あの、仕入れたというか、いろんな情報がこう徐々に徐々に入ってきて、でその後にホルモン治療を開始して、まあ見た目的なものでも徐々に徐々に変わってきたわけだ。そうですね、そこから変わっていきましたね。だからそのタイミングで娘さんにも伝えたんだよね。そうです、こういうふうに生きていきたいというか、自分はこうなんだっていうのを話したわけだ。そっか、ちょっと娘さん入れても入ってもらおうか一回ね。そうですね、もうあれだ、高学年の時に、なので今の話の続きじゃないけれども、離婚された後にいろんな情報を仕入れて、でまあ自分なりにこうホルモン摂取し始めて、はい、その時に娘さんに、私はこういうふうに生きていきたいっていうのを伝えたんだよね。そうです、そうです。いろんな思いがあっただろうけど、なんで伝えようと思ったの？やっぱりいろんなこと考えたでしょ、うん、それってやっぱりもしご結婚されてなくて、じゃあ娘さんもいらっしゃらなかったら、自分一人のことだけを考えればいいじゃない、うん、もう自分が生きたいように、うん、でもやっぱりそこにはもう離婚されてたからパートナーさんはいなかったかもしれないけれども、でも娘さんはいたわけじゃない、うんうん、だからいろんな思いがあったけれども、でもやっぱり伝えようと思った思いっていうのは何かやっぱりあった？なんだろう、やっぱりこの子と暮らしていくっていうことがやっぱり離婚した時に決まって、その時に、その後に私自身のセクシャリティが分かったから、 そうだよね、そっちの方の分で私はやっぱり嘘をつきたくないなって、自分らしく生きていきたいっていうふうに思った時に、やっぱりまず子供には先に知ってもらいたいなって、で一緒にそういう私でも一緒に生活してくれるかどうか、うん、まあ、それはもう本人に任せようと思って、うん、うん、そっか、だから自分の気持ちを伝えて、うん、もし娘が嫌だったら私じゃなくてパートナーと、元パートナーの方にいいかなって、うん、そう思って一応伝えた。そう、一番最初に、うん、家族の中でカミングアウトしたのは娘だったから、あ、やっぱり一緒に暮らしてるし、そうだよね、うん、やっぱり一番伝えるべき相手だもんね、うん、やっぱり怖かったいう時はどうだった？まあ怖かったですね、やっぱりその時もやっぱ泣いちゃいましたもんね。私は結構泣きやすい方だから、うん、あれなんですけど、うん、怖いよね。でも確かにそこで拒否されたらどうしようって、うん、やっぱりいろんな人たちの、ね、ブログとかそういったものを見ててもかなり拒否されたとかっていうお話とかやっぱり見たことがあったので、うん、うん、やっぱり娘に嫌われるっていう形になるとどうなるんだろうと思ったけど、でも自分本当の自分を見せないでこのまま生きていって本当に娘のためになるのかな、うん、うん、やっぱ嘘をつき続けるというのはやっぱし良くないよねと思って、それは自分なりにやっぱりそういう感じたんだね、うん、やっぱり正直な気持ちで生きたいし、 その姿をやっぱりきちんと伝えたいって思ってやっぱり言ったんだ、うん、どうでした？言ったら、うん、言ったら受け止めてくれて、まあやっぱり最初は少しずつですけど、うん、なんか段階を踏んでいきながらで、うん、でそれでまあ初めは髪の毛を止めるのもただのゴム紐だったらいいよっていうのからシュシュに変わりの、そうだよね、でそして、まあ、そこから
外で出るのも、徐々に、まあ、女性のトップを着たりとかスカートの方を着たりとかっていうのを徐々に、まあ、一緒に、ね、街中歩いたりとかっていう時の方の分でも認めてくれるようになって、うん、そうか、そういう子供が徐々に受け止めていってくれて、それで、ああ、なんか救われたなっていうのがありましたね。だってやっぱりこうホルモンを取ることで、うん、その皆さん自身の性格とかそういう中身のものは全く変わらないけれども、外的なところは徐々に変わっていくじゃない、うん、はい、それは自分も変わっていく姿っていうのを見ていくし、うん、娘さんも変わっていく姿を見ていくわけじゃない、うん、それを受け入れていくわけじゃない、うんうん、なので両方が初めてのことだし、それこそやっぱりいろんな思いがあったからあっただろうなってあったからとか、うん、あっただろうなと思うし、でもその覚悟があってそれを娘さんに伝えた時には、その一緒にだって今住んでるわけだから、一緒に共にその姿を見てきてくれてるってことだよね、うん、ですね、うん、うん、すごいな、ね、ね、ね、最初どう思うの？最初はなんかその以前からちょっとこう仕草とか服装とかがその前の子よりもちょっと女性の方にこう向いてたから、だからまあちょっと察してた部分もあったので、聞いた時にあ、やっぱそうだったんだみたいな、別にこう嫌とかそういう気持ちはなくて、ただこうお母さんを支えなくちゃいけないなって思いました。それこそじゃあお母さんからさ、まあこういうふうに私はなっていきたいって言った時にびっくりはした？びっくりはしなかった？は全然しなかった。それはやっぱりじゃあお母さんがそのお家とかでじゃあなんかちょっと女の方っぽいな、女性っぽいなっていうのをこう時々見てたから、意外とそういうのは言われてもそうかって思った感じだった。多分そうだった。でその時にじゃあ私がお母さんを支えていこうと思った。すごいね。全然そんなことない。じゃあ実際さ、じゃあ小学校の高学年の時にそういうふうにお母さんに言われて、でまあ中学校、今高校ってなってる中で友達とかがいるじゃない、小学校からの友達とか幼馴染の子がいるじゃない。そうするとじゃあ自分はもうお母さんからそういうことを聞いてるから、そうか、お母さんを支えていこうって気持ちになったけれども、周りの友達とかから何か言われたりはしなかった？それこそ前から知ってる友達とか、なんか、まあ、言ってくる人もちょくちょく言ったけど、それはどういう風になんか聞いてくるの？それともなんかどういうこと言われるの？なんかその男のくせに髪の毛が長くないみたいな、そのなんかちょっと言われるけど、まあ、その時は、まあ、そうだ、そうかもねみたいなことしか言えなくて、でなんかそのお母さんのことをトランスジェンダーだってことを説明していいのかがまだ分かんなくて、自分もちゃんとした知識をまだ持ってなかったので、だからなんかその友達の言葉を読みにすることぐらいしかできなかった。だから自分自身も全然その情報もないし、自分自身も分かってないから、友達から言われたことをうんうんって聞いてた感じだった。辛い時とかなかった？それは、なんかすごくお母さんのことは大好きだから、そういうこう好きな人のこうことをこう悪く言われたりとかするのはすごく辛かった。そうか、でもそれでももうお母さんにそのやめてとか、もう髪の毛切ってとか、じゃあもうスカート履かないでとか、そういうことは言ったことなかった？は最初の頃はあって、なんかまだその自分の中ではこうまだお母さんはこう女性に
こう好きで、うん、だからまだこう男子としても見れるし女性としても見れるみたいな感じだったから、うん、最初ね、うん、そうだったからそれだったらまだこう男性の子とかよりの自分を入ってほしいという気持ちはあったので、うん、中学1年生ぐらいまでは行ってた。そっか、なんかそのスカートじゃなくてズボン履いてとか男性っぽい格好をして的なことを、うん、そっか。でもそうだよね、その最初小学校の時とかに、じゃあなんで男のくせに髪長くないとかで、そのお母さんが好きだからこそ周りから言われる好きな人のこととか自分の家族のことをそうやって悪く言われるってやっぱり辛いじゃない。で言われたくもないし、じゃあ言ってほしくもないし、だからそうなった時にやっぱりこう言われたくないから、じゃあもう言われないようにお母さんを守りたいから、じゃあもうそんな格好しなかったら言われないわけじゃない、悪いことも言われないわけじゃない、だからそういう気持ちもあったりしたわけでしょう。でもそれが今4年5年ぐらい前にそうやってお母さんからこういうふうに私は生きていきたいっていうのを聞いたんだよね。で最初のうちは中学校の最初の方とかは、じゃあ男性っぽいもっと格好してよとかっていうのを言っていて、今はこうどう、今5年経ってみて逆に男性の服を着ないでって感じ。あ、そっか、それはなんかもう自分の中ですごく変わったこと、うんうん、じゃあ周りの友達はどう、その時にいろんなことを言われたかもしれないけれども、なんか今は本当にこうなんか美人なそっか、それ嬉しいね。トランスジェンダーとか性同一性障害って言葉は聞いたことはなかったでしょ、それまで。なかったです。ないでしょ、うん、で、それを聞いて調べたんだ、はい、自分なりに調べました。なんかインターネットとか図書館とかに行ったりして、そのお母さんとかトランスジェンダーの人たちが言われて嫌な言葉とか、これ言ったらお母さん傷つくだろうなとかっていうことでしょ。結構調べましたね。そっか。はい、ということでね、今日はね、皆さんとそして娘さんにお越しいただいて僕らのカミングアウトをお送りしました。本当に素敵な話を聞かせていただきました。今日はありがとうございました。大丈夫本当にいろんなところで今日ね、福岡市内をドライブしながらいろいろと撮影スポットをね探してて、車の中とかお茶飲みながらとかいろいろ話したんですけれども、でも本当に皆さんのその自分に正直に生きたいと思った気持ちもそうだけれども、その娘さんのそのなんていうのかな、お母さんを支えたいとかいろんなことを見てきてる中で、自分なりにトランスジェンダーとか性同一性障害のことを調べてとかっていうのは本当になんかね、嬉しいなじゃないけれども、素敵ななんかね、今日初めて聞いたからですね。そうだよね、さっきも言ってたけどなかなか家族だからこそ聞けないとか、照れなことあるよね。そこはお母さんにもあんまそういうこと話したことない、なんかちょっと困っ、なんていうのかな、そういうことってあんまりあんまないか、なんかやっぱ照れくさい。そうだよね、そうだよね、なかなか話せないもんね。そっかそっか。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の動画はおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。Did you pack the flashlight, the blanket and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you